間違えました。今日俺だ。はい、さあ皆さんおはようございます。何度こんにちは。こんにちは。はい、町川ラジオ始まりました。はい、はいはい、今日一人足りませんが、あれ、サボりではありません。はい、体調不良でメルちゃんお休みでございます。あららら、お大事に。はい、早く元気になってね、メルちゃん。はい、そしてちゃんと勉強してください。はい、学級閉鎖の原因を作らないようにお願いしますね。学級閉鎖か。そういうことでもあるんでしょうね、おそろそろ。そうですね。さあ、はい、今日は10月の22日、はい、土曜日。はい、29ですね。え、29、はい、29です。はい、29。もう終わりなんだね、10月もね。そうです。はい、今日はなんとなく晴れ曇りみたいな。いや、すっかり寒くなりましたね。すっかり寒くなったって感じで、はい、今日はこんな格好で来てもらって、はい、寝巻きで来てしまいました。はい、今日は寝巻き色の寝巻き色のラクダ系。ラクダ系です。あと細かく見るとこう色が白はついてますけどね。はい、今日はのっちと私、そして鉄さんでお送りしたいと思います。はい、お付き合いのよろしくお願いします。はい、さあ、町川ラジオでありますがね、第5回川口フェスに向けて、そして第2回乙女駅に向けて、はい、第3回シャカペラライブに向けて、そうですね。というコンセプトで、そういうコンセプトになっちゃったの。まあ、いいあれ、川口フェスは第6回に向けて。次6回か。6回ですね。6回を数えることになりましたね。これを5回っていうんだろう。すいませんね。はい、よろしくお願いします。はい、どうも、はい、そんな感じで今週も1時間たっぷりお届けしたいと思います。町川、はい、ラジオ始まり始まり始まり。ダーン、綺麗に決まったね。決まりましたね。決まったね。ね、もうちょっと協力いただいてるお店の名前を言い忘れましたね。はい、全然言ってませんね。はい、じゃあ、しんちゃんとことニコーさんとことよろずです。はい、川口元号にございます三田前用品店さんと、そこ大事なところです。三田前用品店さんと、それから西口のそばどころ二甲さんの提供でございます。今日二甲ちゃんは大変です。あ、こんな話を見てる場合じゃありません。そうですね。今日は西口でね、はい、なんだっけ、ひっきりなしにやってますよ。トリックオアトリート。トリックオアトリート、うん、あれやってます。パーティーをハロウィンでございます。ハロウィンパーティー、はい、あ、こちらです。こちら、はい、大丈夫ですか。こちらでございますね。はい、もうちょっと下げるか。あ、そうですね。ちょっと、はい、もっちが下げていただいてる間に、はい、ハロウィン、そしてここ、この場でもやってます、川口銀座通り商店街、はい、ジュモール商店街ですね、はい、そして富士の市商店街でもやっております、でもなんか、そんなに見えないね、戦争した子供たちが。まだ時間は早いんじゃないですか、ね。あ、でもね、午前中の10時、11時ぐらいに、うん、仮装した人通ってましたよ。あら、もう来てましたか。うん、13時からってなってますよね。あ、本当だ、13時からだ、はい、これ終わってからゾロゾロ来るかな。そうですね、じゃあこの放送を聞いてくださってると、あ、思いましょうよ、やはり。これどこ、これ銀座通りだ。銀座通り、これは、うん、そうですね、富士の市順も。これがここ。そうですね。二甲さんのところ11時からやってる。11時から、うん、西川口どうでした。あ、やっぱり俺もだって今日朝から東公民館。あ、東公民館、うん、青木東公民館で文化祭がありました、はい、その音響、途中抜けていきました。ご苦労様です、はい、本当に大丈夫です、はい、そんな感じで今日は、うん、今日がハロウィンじゃないんだよね。本当は明後日ですね。明後日最終日だよね、はい、10月のね、明後日ではありますが、はい、土曜日ということで今日行っているところが多いと。そうですね。でもうまくいったね。明日また天気悪いんですよ。ちょっと天気悪くなる上に気温がもう、うん、10度を下回るそうですよ。あの最低気温が。あら、まあ寒いですね。はい、すっかり冬の支度をしなければいけない、うん、季節になってまいりました、ね。なんか今だとさ、ハロウィンのこうちょっと前にさ、なんか洋服買おうとかさ、どうしても半袖だったりさ、しちゃうじゃん。あ、そうですね。なんか先ほど言いましたね。まだ気持ちがさ、寒いっていう感覚に なりかけてるだけで、寒いんだっていう気持ちになってないから、はい、結構寒いかもしれない、はい、頑丈でいらしたね。先ほどいらした白井さんも、ね、白井さん T シャツでいらして、昨日は寒いんだから、うん、でも長袖着てないから寒いんだっておっしゃってました、ね、微妙な感じで、微妙な感じでございます。そんな感じで我々の知り合いとしては、ニコーちゃんところが11時からもう始まってます、はい、そして銀座通り、はい、そして富士の市場で、はい、1時から始まります、はい、ハロウィン大会ですね、はい。こっちの方はもう招待状っていうのが、もう配られてっていうか買ってんのかな、これ。そうですね、うん、これも仮装した お子様1人200円で参加できる、はい、ところでやっております、はい、もう始まりました、はいね、今日ハロウィン
日和日和というわけでもないですけど日和じゃね、本当に天気にいたずらされそうな感じですよね。天気にいたずらされた、はい、天気にお菓子あげなかったの、はい、そんな感じでございます、ね、はい、はい、そんな白井さんつながりで、はい、お知らせが2つ、はい、まず1つ、はい、うちのお祭り秋祭りとかぶってしまいますが、ウイスキーフェスティバル2016、はい、in 東京ということで、はいはい、これが11月の20日、はい、日曜日11時からということです。え、場所がですね、サンシャインシティ文化会館3階展示ホール C、はい、11時から18時までやってます。池袋ですね。池袋です、はい、サンシャインです。はい、サンシャイン。で、前売り券が、一般の人4500円、はい、あとウイスキー文化研究所会員っていうのが、はい、はい、ほうほう、こちらの方は4000円、これは特別な方です、はい、はい、あと当日券も5000円です。で、各セミナー受講にも入場券が必要ですということで、はい、セミナーがこのようにいあります、世界の大先生たち、はい、外人さんばっかじゃない、一人だけど、ね、日本人が、いや、これはあ違う、日本人じゃない、イアンチャンさん、はい、ね、この人イアンさん、あ、この人もイアン、同じ人ですよね、あ、はい、イアンかぶりましたね、うん、とか言って、はい、マスターブレンダーカバランウイスキー世界一の道へ、はい、グリンモレージュ、そしてこれは蒸留所の話ですよ、あとゴードン・マクファイル、はい、グレン・グラント、それからアイリッシュ、アイリッシュウイスキーの、はい、ですね、インディペンデントボトラーウィームス社、はい、そう、とうとう、はい、フェス記念ボトル3種類発売決定、8000円、1万円、2万円、はい、ということで、ウイスキー好きの方、はい、まず一つ、はい、これが11月の20日、はい、そして私も参加いたします。来年のことになりますが、2月の19日日曜日、秩父ウイスキー祭り第4回。秩父ウイスキー、はい、はい、これ私アナウンスでご参加させていただきます、はい、はい、前売りが3000円です。当日がなんと5000円、はい、うん、前売り券のご購入は E プラスだって、はい、もう手に負えない、川本さん手に負えない、はい、はい、E プラスで売っております。ええ、はい、まあ何しろですね、アルコールを提供するイベントのため20歳未満の50以上も送るまでのご来場もお断りしております、はい、これ秩父神社でやります、はい、秩父神社と秩父地場産センター、はい、駅の中にあるんですね、はは、はい、こちらで行われます。ぜひあのこの機会ですから秩父鉄道乗ったりとか、はい、しながら遊びに来ていただきたいな、はい、はい、身内の情報でした、はい、はい、それでは今週も行ってみましょうか、はい、キュポランコーナーでございますね、はい、はいはい、今週はですね、はい、なんといつも台本があるんですが、はい、この1枚全部キュポランですどうすんだって全部読むとこれはキュポランいっぱい仕事しました、仕事頑張りましたね、はい、なんせですね、資産品フェアに関して、はい、うん、あとゆるキャラグランプに関して、はい、出勤予定、はい、とうとういろいろありますんで、ございません、まずキュポランコーナーですね、はい、まともな人間の声でやってみましょう、はい、10月22日が 1,2,3,4,5,6 6項目あります、はい、やってきました資産品フェア、はい、今日明日とスキップシティでやってるキュポ、はい、キュポランの家というブースでグッズ販売やキュポランカード全種類配布を行っているキュポ、はい、待ってるキュポ、はい、これ知らなかったな、俺土曜日行ったの、これ終わってから、はは、うん、じゃあいたんですね、うん、気がそうなった、はい、でこの後も同じくスキップシティの野外ステージで11時30分からキュポランダンスステージするキュポ、はい、終わってました、はい、はい、明日は12時から同じステージがあるキュポ、はい、はい、で同じく22日おキュポラングッズ発見、はい、お前が発見してる場合じゃないスキップシティの至る所でキュポラングッズが売ってるキュポ、はい、そうなんだ、はい、写真が抜けたキュポ、はい、グッズのお店、グッズのお店があったと、はい、これツイッターだよね、ツイッターの、はい、そうね、はい、ツイッターです、ね、はい、写真が抜けたみたいです、はい、こちらもキュポラングッズのお店が多目的ホール商工会議所ブースにあり、はい、これ先に言ってくれよ、はい、はい、キャーキュポランの家が 大盛況、大変なことにみんな寄っといてキュポ、大変なことになってんだから後で来てって言えじゃんね、あ、はい、空いてる時間帯を教えてあげるとか、はい、そして23日、はい、今日も資産金フェアをスキップシティで開催中、はい、晴れてポカポカで楽しいキュポ、はい、同じく23日、なんと資産品フェアのキュポランの家で簡単なアンケートに答えると激レアキュポランエコバッグプレゼント中、はい、知らなかったよ、来ましたか、知らなかったな、これも
キポランエコバッグ、ね、ちょっとね、エコバッグ欲しかったんですけど、ねえー、これね、キポランバッグ欲しいよね、そこにキポラン入れちゃうんですよ。入りません、まあ、入りません、入りません、はい、そして飛んで25日、4ヶ月の長きにわたり繰り広げられたゆるキャラグランプリ投票は昨日18時をもって終了となったキポ、はい、はい、もう終わってました、終わってましたね、はい、こちらね、最終的な票数順位は11月6日以降の発表となりますが、はい、10月17日時点で23万9千票と過去最高を記録したキポ、はい、皆さんの後押し、後を押したんじゃないよね、クリックしたんだよね、ワン押しです、あ、後から押したんじゃなくて気づいたように押したんじゃなくて、ワンポチです、はい、正真正銘の、はい、はい、声援が嬉しかったキポ、はい、ありがとうキポ、ありがとうキポ、はい、ということで、はい、そして26日あ、この方は特徴的な社長の声生で聞けるキポか、はい、うん、市民大学公開講座11月15日火曜日18時半からリリア参加費500円、募集は11月8日火曜日で終了キポ、はい、申し込み急いでキポ、はい、というのはこれ主語が抜けてますね、はい、誰が出るのか、はい、あえて隠したの、隠したのかもしれません、これ知ってます、知ってます、私知ってます、はい、ポスター見ます、した、はい、はい、参加費500円でって、あ、そうだよね、その方です、なんとこれが500円、はい、今ならこれお聞きの皆さんに400円、違います、ね、これは、いや、これは言っちゃいけません、勝手なこと、一応500円でです、はい、往復はがきで申し込むそうです、はい、詳しくはですねどこだ、役所関係、公民館関係、これキャスティビジョンで放映されてましたね、うん、あ、本当、はい、スビレちゃんの声、あ、スビレちゃんの声はい、なんとってやったの、やったそうじゃないスビレちゃんがやったのじゃない、案内であったんですね、あ、そうです、はい、そうだね、あの方が、市民大学公開講座という形でやりますので、はい、その方がいらっしゃると、なんか売りつけられちゃうんじゃないかと、いや、そんなことはないと思います、ないですかね、はい、はい、そんなことでした。今週のキョプラン、はい、ね、頑張りました、ね、まあ、最後のは今週のキョプランでもなんでもないんですけど、こんなすぐいっぱいになるから、だって、音楽ホールだもん、あ、これ大ホールだろ、600人しか入れない、600人速攻だよ、そうです ね、なんかあの人嫌われないよねすごいよね、そう考えるとね、あの社長くんならちょっと行ってみたいなって思うもんね。いや、それがやっぱり商売なんですよ、やっぱり、ね、自伝読みましたけど、一度私もあのお客さん、いやいや、買っては言いませんけど、あの借りたんです、やっぱりね、あのお客さんに買ってもらう雰囲気を出すことがまず先決だって、うん、あのおっしゃってますから、ね、なんかそれがあれ見てるだけで面白いよね、面白いですからね、あ、いや、やっと社長だよとか、やっと社長だって、うん、掃除機のコマーシャル面白くねえよと、あ掃除機売って布団持って言いながら次布団クリーナー売ってんじゃん、ええ、するのばっかりだよ、ね、でたまに吐くのが蹴る部屋だったりするわけです、そうですよねまあいい、はい、どこの社長とか大体分かっちゃったと思う、大体お察しつくかと思います、はい、はい、そんな感じでした、はい、それでは今週のキポランコーナー行ってっか、はい、どれがいいかな、そうですね、やっぱりゆるキャラグランプリの感謝の気持ちで長いですか、そうですね、負荷がかからないといえば、じゃあ10月17日の時点でからいくか、そうですね、はい、じゃあ途中からはしょり気味で、はしょり気味で、皆さん、はい、ありがとうキョポっていうことを重要視いたします、はい、そこのところ行ってみます、はい、うん、やだよね、キポランで死ぬハトリってね、いや、しかも生放送生放送で本当にうってなっちゃうってね、うって気をつけて行ってみたいと思います、気をつけて、はい、昨日も飲みすぎたんでね、はい、あ、いつも通りでしょう、はい、はい、放送で、はい、はい、10月17日時点で23万9000票と過去最高を記録したキョポー、キョポー、皆さんの後押しが声援が嬉しかったキョポキョポー、ありがとうキョポ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 、ありがとうということで何事もなかった、何事もなかった、何でもこの票数すごいですよね、すごいね、23万9000票ですよそっちに絡む、そっちに絡む、はい、なんとって入れない、はい、なんとこれが過去最高なんです、皆さん、でも59万市民がいいんだからさ、半分じゃん、これ、はい、半分以下、はい、頑張ろうぜ、頑張りましょう、俺たちも、はい
トールだって相当ポチポチしてるよ。僕もですよ実は、うん、応援するべく、うん、まあそんな感じです。やってもこうですか、はい、それではキポランの出勤予定お伝えしましょう、はい、10月29日今日ですね。あ、今日、はい、ハロウィンパーティー銀座通りそこ屋上ステージ13時以降出演予定と。どこにいつでかわかんない、うん、これそごうの屋上ってひょこって遊び行っても大丈夫ですか今日はね。じゃあ生キュポラン僕初めて会えるチャンスかもしれません。そうなんだ、はい、実はまだ1回もないんですよ。あ、そうなの、はい、うん、今度呼んでやるよ今度呼んでやるよちょっと上からごめんなさい、はい、たまにそういう、ね、ことがあります、はい、あらら、はい、今日です、はい、そして11月6日これ2つあります、川口音楽の日リリア音楽ホールキュポランの歌七海祐希さんとの楽しいステージを開催予定、はい、これ今のところ時間未定です、そして同じ日ですね川口観光物産フェア in ララガーデン川口、あとでもねちょっと見せるかもしれませんけれど、はい、こちらの方も出演予定、時間は未定です、はい、うん、ララガーデン川口、はい、そうですね、11月9日秋の火災予防運動街頭候補、はい、はい、SR 鳩ヶ谷駅前ロータリー付近歩道、歩道、はい、朝8時駅頭じゃん、早起きです、早起きです、8時ってことは7時ぐらい用意してなきゃいけないな、用意、はい、今用意というか身支度、身支度、ね、キボラにも、はい、ね、やらなきゃいけないですから、はい、やらなきゃいけないです、はい、はい、そして11月12日埼玉県フェアイオンレイクタウン、あら、あら、越谷、越谷行く、はい、水の広場&噴水広場でキュポランダンスステージが行われる予定です。時間まだ見て、頑張ってます ね、 ね、はい、出張、出張頑張ってくれ、今度は県の話だね、はい、うん、はい、それからゆるキャラグランプリですが、7月22日金曜日から始まったインターネット投票は10月24日月曜日18時をもって終了いたしました、はい、11月5日6日に行われるゆるキャラグランプリ in 笑顔の愛媛にて決選投票を行い、11月6日日曜日ゆるキャラグランプリ2016表彰式にて結果投票結果を発表します、はい、ということですね。まあ1位はねえな、まあ少なくともちょっと1位はねえな、1位はないですね、はい、はい、ということです。これがゆるキャラグランプリの話、はい、さあ続いて、はい、キュポラングッズ出ましたね。こちらは3枚お写真用意していただいたんですけどね、はい、まず1枚目こちらですね、はい、これが足の裏のところに川口市マスコットキュポランという、はい、書いてある、書いてある、これね、書いてありますね、これが、はい、はい、それキュポランのぬいぐるみを高校化で販売しています、はい、市役所6階だったっけかな、2枚目3枚目でございます、はい、そのラインナップにキュポランボールチェーンぬいぐるみも追加になりました、はい、これがボールチェーンですね、はい、みんなと一緒に暮らせたら幸せキュポパパ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 パイ700円、はい、ね、胸元に星のマークがついてるものとそれから K のマークがついてるもの、オーソドックスなものですね、はい、この3種類が用意されてるそうでございます、はい、700円、これぬいぐるみってどんぐらいなんだろうね、キーチェーンですからねこれね、ちっちゃいと思いますよ、そんな大きくはないですよね、うん、そんなもんだろうな、あ、そうですね、うん、はい、はい、700円、はい、これキュポラン買うとあの領収書持ってくと減税になるとか免税になるとかない、それは、はい、これは逆に県にお金を入れてくれという市、市ですね、はい、でもそれがね経費になったりしないのか、あ、どうでしょうか、はい、大人のくだらない質問は結構です、はいはい、夢は壊さないようにしましょう、はい、はいはいはい、それでは行ってみましょう、はい、これから街の話題、街の話題でございます、まず、はい、今日もうすぐですね、はい、足立区総合防災訓練に伴う緊急速報メール配信についてということです、はい、今日もうすぐ12時30分のことなんですが、足立区総合防災訓練実施に伴い、はい、10月29日土曜日今日ですね、12時30分前後に足立区内の NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの携帯電話およびスマートフォンを対象に緊急速報メールの試験配信が実施されます、はい、足立区外でも区域付近の地域ではメールを受信する可能性があります、はい、また10月30日日曜日にも都立舎人公園、
結構でかいわ、この公園ね、一度行ったことあります。舎人公園にて、うん、足立区の総合防災訓練が実施されます、はい、こちらの方は川口市民の方も参加見学していただくことができます。お問い合わせは足立区危機管理室防災対策課ということですね、はい、足立区に近い側の、うん、川口市の方、はい、もしかしたらそれが入っちゃうかもしれないけど、それは訓練です、はい、というお知らせ。もうすぐですね。もうすぐですね。はい、はい、まあまあこれと思わないで、はい、この放送を聞いてる人も、ね、先週もお届けしたんで、はい、分かるかと思いますが、はいはい、そういうことです。これはハロウィンのネタではございませんので、はい、ハロウィンのネタか、はい、4月1日はいろいろね、はい、やってもいいような感じです。で、雨あげなかったからいたずらされたとかそんなんじゃないですかね、はい、フリーズの話もありますし、はい、はいはい、そんなことです。さあ次イオンモール川口で出張かき小屋。こちらです、はい、かき奉行。かき奉行です。すごいね、はい、なかなか素晴らしい、はい、こちらですね、炭火で食べる海鮮バーベキュー、国内産まがい、まがき、まがき、はい、毎日直送仕入れ、かき一盛り約1キロ、これ焼きがき用ですね、はい、1キロつと5、6個か、はい、5、6個かな、5、6個ぐらい、うん、重いですよ1個ね、うん、かきフライ、あ、その1キロ用の焼きガキが1200円、でカキフライが3個350円、カキご飯350円、カキ汁350円、他にもいろいろあります。カキ小屋限定のお酒が登場。はいはいはい。カキ落としっていうのは奉行寺、奉行酒、奉行酒、うん、奉行酒じゃねえ、奉行酒、酒ですか、はい、これ各500円、カキ落としっていうお酒、カキ落とし、今日は結構お酒のネタ多いです。はい、未成年がいないんで、いいですね、はい、期間は昨日から始まってます、はい、そして年明けの1月29日日曜日まで、1月、12月31日から1月4日はお休みですということですね、はい、イオンモールは休みなのかこれきっと、っていうか夏季ねえだろその時期、ね、あんまり流通しないんですね、うん、はい、こんな感じです。だいたいね1キロで大粒のもので10個ぐらい、うんうん、そんなもんだっけ1個100グラムありますか、100グラム、あの殻付きで大体、100グラムきくらいか、はい、なので、うん、大体10個ぐらい、そっか、はあ、まあ、じゃあそんな高くないね、小粒なやつだと15個ぐらいになるんじゃないかなと、うん、かなです。はい、広島どこさんですかね、これ広島ですかね、岩手か、どうですかね、三陸は分かりません。でも国産とは言って、国産ですね、うん、イオンモール川口グリーンシティの方ですね、はい、そちらの第3平面駐車場ないということです、はい、多分行ったら匂いで分かると思います。本当かよなんかね、あのいい加減ならあのテントとかこうね、しつらえて、うん、っていて航空屋ですかね、でその場でこう、ね、煙が上がってるところだと思います、はい愛さんな感じ、はい、イオンモールの柿小屋、いいこれ次、はい、西川口ハロウィン、先ほどもお話ししましたけれどもですね、今日ですお菓子をくれるお店に行ってトリックはトリート、はい、昨年たくさんの方が参加した西川口ハロウィンが今年も開催、はい、このイベントは仮装した子どもがイベント参加店舗に行くとお菓子がもらえる地域活性化イベントです、はい、お店に行くとお菓子のほかシールをもらえます。5枚集めて西川口4丁目公園に行くと抽選で豪華景品が当たりますということですね、はい、今日のもう11時から始まって17時でおしまい、はい、はい、もう今日の写真が出てる、あらどんなの、はいはい、あーという感じです、はい、はい、はい、ありがとうございます。あ、これはそばどころニコさんですか、ニコちゃんのことだ、はい、あらあら早速出てますね、この帽子誰だ子供しなる誰かがあの、はい、魔女の格好してるんですね、これね、まあ面白いです、はい、楽しんでください、はい、4丁目公園、はい、ね、西口降りて左側、西口降りて1本目を左側にずん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 行きゃ大体着くんですけど、分かんないことがあったらそばどころ二光さんに行って聞いてください、はい、そこでもお菓子もらえます、はい、はい、ぜひ行ってみて聞いてみてください、はい、ニコーさんあの300個用意してるそうです、お菓子300個、300じゃきっと足んねえよ速攻なくなるよ、あ、各店舗に配ったりするのもあるからね、うん、はい、まずそんな感じで、はい、さあ次、こちらはカワケンダンスですね、カワケン系、
香川県ハロウィンフェス、はい、こちらですね、はい、はい、2016 in アリオ川口アンダソゴ川口店、はい、最近アリオとソゴが仲良しです、うん、くっついてイベントやってます、はい、福引きチャレンジということで10月21日金曜日から30日明日までですねの期間中、アリオ川口およびソゴ川口店の対象店舗のレシート税込み500円以上をそれぞれ1枚ずつ計2枚集めると豪華景品が当たる福引きにチャレンジ、はい、ということですね、うん、うん、あ、ということ、これおなり姫が来ますね、うん、おなり姫、それからジュリアンも、ジュリアン、あとなんだっけ、デジタル君、あの子ですね、タルのね、うん、はい、そんなのが来たりします。ということはキュポランも当然来るんでしょ、来ますからね、あの屋上に来るそうですからね、あ、まあ、そんなのがあります、こちら香川県ハロウィン仮装ウォーク参加無料、はい、これが今日明日の両日ですね、はい、アリオ川口とそごう川口店をつなぐルートをみんなでウォーキング、はい、おなじみのゆるキャラたちも応援に駆けつけてくれます、はい、ご希望の方は29日土曜日1時そごう川口店3階エントランス、30日日曜日13時、アリオ川口1階センターコートまでお集まりください、はい、参加者にはお菓子をプレゼントということですね、はい、うん、いろんなとこでやってるね、やってますね、今日はマジックバルーン教室がね、うん、アリオ川口で、それから明日ハロウィンパレードとフェイスペイントですかね、フェイスペイント、はい、あの顔にこうかぼちゃのこう絵の具で塗ったりとかするようなね、あ、はいはい、あのイベントも、失敗すると書かれるやつじゃないよ、あ、そっちじゃないです、あ、それは罰、シミで書かれることでございます、はい、はい、そんなこともやってます、やってますね、今日は西川口、はい、そしてここ銀座通り、はい、うん、で、藤野市ね、明日はアリオに行ったらちょうどいいのかな、そうですね、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、これが、あ、今日明日ですね、今日明日でございます、次、土手を越えたらパラダイス、はい、荒川ふれあい祭り2016ということですね、これ明日、これ明日ですね、はい、天気大丈夫かな、ちょっとギリギリ逃げ切れるかなというところじゃないですかね、はい、こちらはですね、はい、オープニング花鉢無料配布、はい、はい、それから水辺の生け物取り、はい、ザリガニとか取るのかなですか ね、これ、そしてパターゴルフ、はい、これ普通だな、何しろゴルフ場ですからね、浮間ゴルフ場、はい、災害対策支援船荒川号体験乗船会、はい、これは当日の10時から受付ということです、はい、そしてふれあいマーケット、フリーマーケット、はい、それからふれあい園地、空き缶釣り、はい、おみこし、それから荒川クリーンエイド、飲食コーナー、ふれあいバザールコーナー、こちらですね、並木の商店街もきっと焼きそば焼いてます、はい、はい、チルニオブも出るとかなんとかする、あらあら、うん、はい、お手伝いするのかな、はい、それから芋の体験コーナー、はい、救急フェア、あの救急車の救急ですね、はい、救急フェア、はい、住宅防火フェア、うん、火に包まれないように、はい、防犯無料相談会等々が行われます、はい、これは明日の朝10時から15時まで、はい、小雨結構、はい、ということです、大雨降っちゃったり風吹いたらばごめんなさいって感じですけど、そうですね、そしたらみんな来れねえもん、はい、うん、はい、場所は浮間ゴルフ場荒川河川敷です、同時開催が浮間ゴルフふれあい祭りということになっております、はい、はい、船は一回乗ってみたいよね、そうですね、うん、まあ、ただね、明日ちょっと天気が心配なのと、ちょっと気温がね、先ほど申し上げましたけど、最低気温が7度という、うん、はい、なので暖かい格好でね、はい、大変、さあそんな感じ、はい、そうでございますか、じゃあ大体半になったんで、のっちのコーナーで、私のコーナーでございますか、はい、はい、ありがとうございます、はい、ですね、今週もぜひ一緒に進めてまいりたいと思うんですけど、今日はどんな、はい、今日はですね、ちょっと深い話でございまして、うん、はい、あの調べるのも大変な内容でございました、はい、映像の街という、内容で、お届けしたいと思うんですけどもね、うん、まあ、アイウエオの街ということで、はい、まあ、あの川口はね、そのアイウエオの絵が映像の街という、はい、ことで歌われておりますけども、うん、まあ、これはここにあらゆる、その拠点となる施設がございます、はい、はい、で、そのスキップシティなんですけども、うん、まあ、その話を交えつつ、はい、映像に関してどういう取り組みを、進めているのかというお話をさせていただきたいと思います、うん、川口の第1回の市長が川口映像って人だった、嘘です、それは嘘と今一瞬あれと思いました、はい、それでは、はい、コーナー、タイトルコールをお願いいたします、はい、せーの、のっちウォッチ
川口のコーナーでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、川口、僕の心の友好都市川口の文化芸能伝統産業をテーマに毎週何か一つ調べて発表するコーナー、それがノッチウォッチ川口でございます。川口市民の方は町のことをおさらいしていただけるような、そして川口市に馴染みのない方はそんなのがあるんだという、コーナーにしてまいりたいと思います。先週は食パンを止める、食パンの袋を止めるあれ、題してバッククロージャーが川口市でしか生産されていないというお話をさせていただきましたが、今週は映像についてのお話でございます。映像を見る、楽しむ、作るという観点からお話ししてまいりましょう。まず見るという、観点からでございますが、すみません、鉄さん、はい、はい、川口がロケ地になっている作品、まあ、キューポラのある町という映画でまず、第一有名でございますけども、はい、他に何か思い当たるロケ地ってすぐパッてなんか出てきますでしょうか。あ、グリーンセンターとかはよく仙台ものがよくやってますね、はい、あと川口駅の、はい、西口のエリアの前とかがですね、よく、映画の撮影とか行われてますね、はい、それからあとキュポラ広場とかで、この間も CM の撮影やったりとかしてましたね。あ、 CM も撮影されましたか、はい、やっぱりあの闇金内島君も確か他の川口市であのロケされたという、情報が入っております、ね、そうですね。あとスキップシティ の、あの大きな駐車場になったりとかする広場のところにセット組んで、はい、よく映画撮ったりとかもしてますね。 ありがとうございます。まあ、ビルということで、まあ、おなじみの光景が川口市たくさん使われているようでございますね。で、次に、楽しむという点でございます。これはゲーム展とかあるいはなんか映像に関する映像を作ってみようとかそういう、セミナーが、開かれているみたいですけども、これテッさんはあの遊ぶゲーム展って後ほど紹介させていただきますけども、何か参加したり見たりされたことはございますか。あ、あります、あります。ありますか。あのスキップシティの中の、はい、映像ミュージアムの方のやつ、見に行ったりとかは、参加というか見に行ったっていう感じですよね。はは、あそこはちょうど企業とかもいろいろ入ってるようでございますけども、やはり、ね、一般の方が見られるようなスペースとかそういうのがいくつか用意されてるんですよね。はい、確かね。ありがとうございます。まあ、そういった楽しむスペースも、まあ、スキップシティはじめとして、まあ、メディアセブンで、まあ、見て学ぶという、ね、コーナーもございますけども、まあ、次に作るというお話です。これはなんかあのテスさん、最近小学校とか中学校で何か映像を作るという講座とかあるいはあの授業の科目で何か取り組みとかってなさってってますかね今。小学生の時に、はい、CM を作るっていうような授業があるらしいですね。はは、映像で CM 作るという授業を、はい、小学校、中学校はどうなのか分かんないですけど、小学校でやってるということは聞いたことがあります。あ、それは何かそのセミナーとして出張してその企業の方とかが制作会社の方が教えたりとかするっていう。あ、そこまでちょっと分かんないんですけれども、はい、はい。ああ、じゃあメルちゃんももしかしたら作ったことあるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、こうした、見る、楽しむ、作るというね、この3本立て、これをですね、何か、市民の皆さんが町づくりとして生かすことができないかということで、川口市は、まあ、市を挙げて取り組みをしているわけでございますけども、まあ、その拠点となる、スキップシティ、まあ、こちらのお話を少々させていただきますと、もともと NHK のラジオの中継局として昔アンテナが設置されていた、まあ、施設の跡地、まあ、非常に広い、土地でございますので、何かこれが利用できないかということで2003年にスキップシティとして開設、しようと、されました。ではここをなぜ拠点にしようかというとですね、調べてまいりましたが、これは一言で申しますと、都内からのアクセスが、便利であるということ、それから大学や企業が映像で街を盛り上げようと名乗りを上げる下地があった
こと、これを2点に尽きるということでございますね。ただ、テスさん、ちょっと全国規模で見ますとですね、川口が映像の街として映像を発信するって言ってるということはなかなか、認知されていないようでございますね、はいはい、なかなかね、スキップシティで D シネマっていう文化お祭りがございますけどもね、夏にね、まあそれ以外に映像の街として知られてるっていうことは、まあ、ちょっとね、市民がもっと積極的に配信していくこと、これが、一応大事なことなんじゃないかなということで、もっと盛り上がってほしいものでございます。本当に知る人ぞ知るというね、傾向がございます。川口が映像の街としてね、言われてるってこと、そのために、市民の皆さんが積極的に配信していこうじゃないかと、うん、そこでまず映像を配信して街のことを知ってもらおうと、まず誰がやったか調べてみたんですよ、うん、実は、はい、そしたらなんと町川ラジオが一番先なの、先駆者だそうでございますよ。どこに出てたのそんなの。これは独自で調べたんです。川口市が、うん、町の市民が、うん、町のことを知ってもらおうと、うん、映像を通じて発信した、これは誰が最初かっていうのをですね、全部調べたら、うん、町川ラジオが一番先駆者だそうです。すげえな、はい、実はていうかすげえ遅れてるな。パイオニアがいたわけですよ。パイオニアだ。2010年に、はい、で、まあ、そこから配信という点では、まあ J コムさん、まあね、まあ、がありますので、まあ、あちらはまあその専門の放送局ということで、はい、それを除きますと町川ラジオが市民レベルで独自に配信するっていうのが町川ラジオが先駆者だったそうです。なんだびっくりしたな、誰がやってたの俺か。あ鉄さんはじめその町づくり川口の方々、うん、そしてパーソナリティの、うん、羽鳥さんと、うん、初代の、パーソナリティ山賀恵美さんですかね、エミリーさんですよね。あですよ、だから先駆者なんですよ。笹野さんと、ええ、まあ、一番最初はセクシーとかね、セクシー、ね、そうですよ ね、で、まあ、そこからコミュニティラジオ、うん、FM 局ということで、うん、FM 川口が、ね、うん、開局されたわけでございますけれども、うん、そうですか。町のことを独自に調べてそれで皆さんにお伝えしてそれを楽しんでいただくというのは町川ラジオが先駆者なわけでございます。素晴らしい。なので気がつきませんでした、まあ、はい、まあ、これも映像とくくって考えると、うん、映像の町、あいうえおの町の絵は、ね、まあ、十分町づくり川口の、うん、が提供する町川ラジオが一番、パイオニアという、あいうえおの絵は町川ラジオの絵、よくわかんないけど、ちょっとあまり入ってないから、入ってないです。一箇所も入ってなかったんですよ。一箇所も入ってなかったです。でもいない。だけども、まあ、映像の街ということでね、はい、発信していくこと、それから映像の街として認知するということはやはり、市民の皆さんが、積極的に PR していただきたいということで、うん、まあ、この番組を通じてもね、はい、何か映像制作していきますとか、うん、あるいはこういった映像で盛り上げたいという、はい、まあ、ニーズがございましたら、うん、この番組に遊びに来ていただいて、はい、ね、宣伝していただければ、はい、ぜひご協力何かできるかもしれません、ね、かもです、かもです、はい、で、それとね、前ね、スキップシティのね、なんか偉い人っていうか、はい、女性だったんだけど来てなんかね言ってたのが、はい、川口の小学生、はい、川口の普通の、ね、川口市立の小学校に入ってる小学生、はい、大体ね10人集まれば1本の番組作れちゃった。みんな何かしらことをやったことがあるよ。はあ、うん、なんかそんなこと言ってます。じゃあ企画する人、うん、映像を編集する人、撮る人、そんなことができるらしい。ナレーションを入れる人、うん、なんかいろいろ受け出しちゃったんですね、うんうん、はあ、なんかそんなことができるらしいですよ、はあ、なんかそれこそみんなスキップ行って、なんか勉強したりするんだって。はい、うん、ということです。まあそういった映像で街を盛り上げていきましょうという、はい、そういうお話でございました、うん、ぜひね、はい、スキップシティ、はい、訪れてみてください、はい、はい、以上、せーの、のちウォッチ川口のコーナーでした、はいはい、どうもありがとうございました、はい、でけえな、シャッターを、はい、さあ、それではのっちのコーナーね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では続いて、どんどん行ってみましょうか、ね、先週もバタバタになりましたからね、はい、今日はちょうどいいと思います。はい、のっち風邪ひいてますんでね、まだ治ってないから
すみません、ちょっとお聞き苦しいところございましたね。そうでもない、大丈夫です。はい、まあ、大丈夫。俺の方がよっぽど見苦しいです。見苦しいなっておっしゃらずに、トレードマーク、どうやってもございません。トレードマークです。はい、まあしょうがない。川口の。はい。さあ、それで行ってみましょう。はい。今度田中家住宅。田中家住宅、はい。はい。第63回文化財保護協調週間、はい、協賛事業。はい。難しいですね。文化財保護。はい。協調週間協賛事業。はい。旧田中家住宅で抹茶のひととき、はい、こちらです。ここなかなかいいね。みやびなポスターが。みやびだね。ご用意されております。はい。歴史的建物と日本庭園を鑑賞しながら抹茶を楽しみませんかということで、はい、これは11月3日祝日ですね。10時から15時、はい、場所は国登録有形文化財旧田中家住宅、こちらの和館、和とか洋とかの和ですね、はい、和の建物の1階2本間です、はい、費用料金は一般200円、小中学生50円、茶席券はお菓子がつきまして300円、はい、なかなか素敵なチラシです、いいね。これメルちゃんが言ったら5点って言ってくれるかな。みやびです。これはなかなかいいです、はいはい、こういうデザイン一個一個大事だよね。そうですよね、パッと見でどんなイベントなのか想像できる、ね、印象付けないといけないですから ね、お客さんに、はい、これが11月の3日、続いて第9回川口音楽の日、はい、来ました。こちらは11月の第1日曜日を川口音楽の日としてさまざまなイベントを開催いたしますと、はい、ぜひお楽しみくださいということで、はい、こちら11月の6日日曜日ですね、はい、リリア、こちらで行われます、メインホールでブラスフェスタ、音楽ホールで気軽にプレミアコンサート、はい、プレミアムコンサートですね、はい、そして展示ホールで歌声広場、はい、催し広場で音楽のびっくり箱、そしてデッキの方ではですねストリートライブインリリアということでいろんなことが行われます、はい、はい、これも晴れること祈りたいですね。そうですね、これは晴れた方がいいね、ブラスフェスタ、ブラスフェスタ、神青木賞、元郷賞、船戸賞、前川東賞、根岸賞、はい、うん、小学校、はい、5校の金管バンドによる合同演奏というね、はい、プレミアムコンサートの方は、西中音楽部、青中コーラス部、安中合唱部、川口市民オーケストラ、木管五重奏、うん、あとピアノ、ギター、三味線、はい、いろいろ行われます、あと楽器体験コーナーなんかもありますので楽しみに行ってみたらいかがでしょうか、はいはい、こちらが音楽の日、11月6日、はい、次、平成28年度川口市総合防災訓練を実施いたします、はいはい、こちらです、はい、この訓練は自助、共助、公助、はい、これの理念のもと川口市と各防災関係機関並びに地域住民が相互に連携し各種訓練を総合的に実施、はい、有事に際して対応できる体制を確立するとともに広域的な自主防災力の充実強化と防災意識の復旧啓発を図ることを目的として実施するものです。平成28年11月6日日曜日9時半から12時まで、住民訓練開始時間は8時半です。これにですね、はい、防災行政無線放送が流れます、はい、こちらはこちらはこちら川口防災そうか、はい、みたいな、分かりやすい、はい、うん、そうだ訓練に行こうということですね、はい、備えあれば憂いなしということ、はい、各所で行われるそうですね。いっぱいあります、はい、うん、はい、いろんなところであります主に、ね、消防隊とか入ってる人はもうこれバッチリやんなきゃなんないんで、先日もですねうちのお店の前火事が起きまして、はは、消防車来てやっぱかっこいいですね。かっこいいなんつっちゃ失礼なんだけど、まあ、まあそうですね、で中にやっぱり知り合いがいますねあ、消防団の、はい、消防団、はい、うううとか言って、はい、ね、あらら、こうちょろちょろと首突っ込んでくる首ちゃんなんかもいて、あら、あの消防士って帽子かぶってんじゃん、でやつハゲがトレードマークだから帽子かぶってって誰だか分かんない、チェーン入れるなと思ったら首ちゃん、はい、まあね、ああいう時はもう頑張っていただいております、ね、そういう感じです。我々の町の安心安全は彼らが思ってると、はい、まあ火なんか出さないのが一番ですけど、はい、そうですね、はい、うん、楽しい、はい、はい、そんな町です。はい、さあ次、コーヒー教室のご案内はい、はい、これはですね11月7日月曜日、はい、2時から4時までで、これは白井さんのところの2階、ね、はい、白井里っていう
喫茶店なんです実は、はい、その上がミルウォーキーズクラブで、はい、白井さんのお父さんが講師としてやりますね、はい、会費は1,000円、はい、詳しいことは電話でお問い合わせくださいということで、ねお申し込むそうですね、定員20名ということで行われます、ねはい、コーヒー飲んだり、はい、豆もらったり、ね、申し遅れましたけど本当あの川口フェスの時に、ねうん、あのお昼ご飯美味しいのいただきました、はい、カレー入りの、ねうん、あのオムライスをいいですね、はいすみれちゃんと一緒にいただきました、はいはいこちら主催は埼玉県喫茶飲食生活衛生同業組合ということです、はい、会費1000円でね、11月7日ぜひお楽しみください、はいうん、次西川口グルメラリー、はい、こちらですね、はい、秋の一押しメニューが盛りだくさんということで20店舗からの西川口のうまいを食べ尽くそう、はい、3店舗回ってお得なフード&ドリンクセットでスタンプをゲットし豪華景品の当たるスタンプラリーに応募できますということですね、こちらは11月の17日から11月の30日水曜日まで、はい場所は、JR 西川口駅周辺イベント参加店が20店舗、はい主催は西川口グルメラリー実行委員会ということですね、はいこっちの方がまあいろいろありますね知り合いも多いんですが知らないところもあります、ね、あ知らないところもご存じないところもね、うん、はいこんな感じで、はい、いろいろございますんで、はい、まあもうちょいあるかはいぜひ楽しみにということで、はい、ここにスタンプをしてもらいます、で最後のお店にこれに住所だなんだかんだ書いて、送ってもらうと今回一番いいのなんだ商品はディズニーランドチケットとか前あったんだけど最近ないどうでしょうか、ね、何が来るか分かりません、はい、でも意外にいいやつ来ちゃいます、はいはい、これはちょうどね、はい、あの川口、西川口のね、うん、秋祭りにちょうどかぶってあちょうど挟まる挟まれている、はい開催日程になっておりますんでね、はい美味しいものを食べて、はい、それで祭りも楽しんでいただくということができそうですね、うん、西川口釘付けですねはい、はい西川口グルメラリーのお知らせでした、はい、さあ次ララガーデン川口、はい、こちらでですね川口物産観光フェアというのが行われます、はい川口名産品の販売これは鈴製品鈴ですねはい、はい金属の鈴、はい、そしてガラス製品などそして野菜の販売会前川メンチ鳩ヶ谷焼きうどんソース焼きうどんだな、はい、鳩ヶ谷ソース焼きうどんの販売会そして音楽ライブ他10時よりどんぐり広場にて花鉢プレゼントを行います数に限りがございますのでなくなり次第終了とさせていただきます、はい、また当日は川口のゆるキャラクポランが14時から遊びに来ます来ましたかなんだ14時分かってたんだ、はい、あ14時ですね14時ですはい、はい、ぜひキャポランを応援しに行ってくださいまあいろんな方が出ますねまたね、はい、ライブでねはい、はい、サウンズクロスルアちゃんらバスガイドスおとりこおとりこ分かんないねあとリオ KT、それから虹色ドリーム、はい、おとりこ以外みんな知ってるなあ、リオ KT ってこの間そう、2人の子いらした方ですね、うん、リオ KT 川口フェスでもね、うん、虹色ドリームってこの前出たとこじゃないの違うっぽいこの方はじゃあ分かんねえの、はい、虹色ドリームも知りません、うん、はいおなじみの方ですねはいこれがララガーレはい次はい鳩ヶ谷寄せ鳩ヶ谷寄せでございますこれすごいです、はいまたびっくり、また第62回鳩ヶ谷寄せ、はい、こちらが行われます、今回出演いただくのは古今亭新之助はいこれあの NHK の子供番組でやった人そうですお母さんと一緒の新助賞というのがございまして、うん、それで私の子供の時からもおなじみの方です、うん、こういうのと一緒にこうそうです人形とねやってました、はい、やってました、はい、そして春風亭清張さんはい花木屋かごめさん、あ、柳屋かごめさん、はい、柳屋六太さん、林家楽一さん、こちら紙切りですね、林家あんこさん、はい、と出演いたします、はい、こちら12月の2日金曜日、開演は18時半から、会場は17時30分からです、場所は鳩ヶ谷市民センター多目的ホール、鳩ヶ谷駅の中です、起動線は当日2200円、前売りが2000円です。チケット取扱協力は YC 鳩ヶ谷読売新聞ですね、はい、048-281-2828 電話予約も行えますということです、はい、すごいですね、お得ですよね、最近飛ばしてますね、お得ですよね、はい、飛ばしてる鳩ヶ谷面白いですよねこれ、はい、なかなかすごいです新助さん、うん、素晴らしい頑張っていただきたい、はい、ぜひ
できれば行きたい。さあ次、川口光のファンタジー2016ということで、はい、これないですね。これあれですね、はい、キラキラしたやつね、はい。今年度はシャンパンゴールドの光が街を包みます。川口西公園は12万球の輝きで幻想的な雰囲気に。川口駅東口ロータリーでは大欅が華やかに皆様をお迎えいたします。各会場で星の雫のようなきらめきをお楽しみください。はい、これ12月2日からです。はい、17時半点灯。はい、うん、12月2日のみ18時から点灯。あ、点灯式かなんかやるんですかね。はい、ちゃんと暗くなるのかな雨降らないでほしいですね。まあ、頑張っていただきたい、頑張って。年明けの1月31日までついてます。あら、いいですね。はい、もうこんな話題ですね。そうです、年末の話題です、ね、もう年末の話題です、年末話題です。今日ハロウィンなんですよね、今日は。はい、はい、今外歩いてましたけど。それでは各会場、各会館のお知らせ行ってみたいと思います。はい、まずケポラ広場、はい、イベント情報。10月29日土曜日、32階川口大古着市民祭り、縁西コーナー等々あります。はい、11月3日思いやり車両、思いやり車両、はい、これを展示します。福祉車両の展示、あと JAF の模擬衝突体験車、なんだそれ、ガシャーンっていう、怖いですね。そう、これ交通関係ですね。で、子供免許証、はい、くれるの。はあ、うん、まあ、それが11月3日。なめ猫みたいなやつですかね。そういうもし、なめ猫知ってる人ね、少ないと思いますよ。すいませんね。最近なんか携帯電話の出てるんですよね。そう、リアルなめ猫動いてる。はい、はい、そして11月の5、6でですね、第14回川高書、川高書店、はい、いわゆる川高の書道部ですね。これの作品展示と書道パフォーマンス、はい、すごいですね。14時からそれぞれ行われます。キポラ広場に大きな紙を、うん、そう、でっかい紙、すっごいでっかい紙を置いて、はい、私の後輩ですね。後輩でっかい筆で、はい、書道ガールなんかの映画にもなりました。あのよろずの方に、うん、まあ、作品を置いてる女の子が、その子、これ持ってきたんだ。そうです、その子が持ってきてくれたんですけれども、すごいね、はい、書道部の女の子ですね。はい、はい、なんかすっごいでっかいあの筆でカーって書くやつですか。そうです。あ、あれ、うん、それとかもやります。はいはい、はい、すごい。それをデッキの上から見れるからいいんだよね、あそこね。そうですね。あ、うん、なるほど、頑張っていただきたいと思います。はい、そして11月11日みんなでお掃除大会 in 川口、これは清掃ボランティア募集で、はい、これキポラでやるの。キポラ、あれケルヒャー借りてきてバーってきれいにしたらどうだろうとかすげえ考えちゃうんだけどまあいいや。そして11月の19、20でですね、特産園芸品展示即売会川口マルシェが行われるということですね。はい、次、はい、アートギャラリーアトリア、これはトークセッション伊藤式時間たちというのが10月30日から行われます。はい、明日ですね、31日。はい、はい、こちらはですね、伊藤式時間たち、川口達夫さん、立畑明さん、倉田隆さんという美術評論家、哲学者を迎えたトークセッション、はい、アーティストのこれまでの制作を振り返りながら本展の時間というキーワードを読み解きますということですね。はい、これ参加費500円、はい、参加者はどなたでも50人お席の限り、事前申し込み不要ということで明日です。はい、はい、興味のある方はいらっしゃってください。はい、そしてスキップシティ、はい、これちょっと面白そう、スキップ鉄道文化祭、はい、なんだそれ、鉄道文化祭、これ11月13日を中心に、はい、スキップシティにてスキップ鉄道文化祭を開催します。はい、鉄道にまつわる上映会とトークショーのほか、手漕ぎトロッコ運転会、はい、親子で楽しめるペーパークラフト作りや駅弁の販売など、鉄道ファンのみならずご家族で楽しめる内容ですという。はい、これこうちゃん行くか、あ、行くだろうないいですねこれ。11月13日、はい、主催埼玉県 NHK 協力、鉄道博物館、はい、黒鉄の会って何これ、何でしょうこれ、黒鉄って何、うん、よくわかんない、苦労してる鉄、そんな、いやいやそう、苦労ではないと思います、ね、これは、うん、あと高崎弁当ってことなんで、多分高崎のだるま弁当が出るだるま弁当、なるほどね、はい、これ鉄板だろう、まさにだるま弁当です。あの朝粥もありませんか、やっぱり朝粥は、朝粥も、うん、はちょっと見てないですけどね、はい、でもだるま弁当はね鉄板でしょうね、鉄板だろうな、なるほど。そして遊ぶゲーム展ステージ2が行われています。
ますというこちらですね、はい、さあ次、はい、今度科学館、科学館、はい、はい、サイエンス祭り科学の不思議を発見しようということで、イベントやものづくり体験が盛りだくさんの1ヶ月、科学プレイコーナーも設置ということで、これは11月1日から30日まで、はい、お話と体験ガラスを溶かそう、これが11月3日、はい、お話と体験バラして納得エンジンの仕組み、こちらが11月の23日それから青緑青の LED 発光ダイオードの光のジュースに見立てて混ぜてみよう、赤と緑で何色の光のジュースになるかななんてやります、はい、こちらが11月の27日、はい、こちら500円かかりますね、はいはい、これが科学館、はい、そしてグリーンセンター、はい、第62回菊花賞、違いますね、違います、菊花賞終わりましたね、終わりました、はい、今度取れませんでした、はいはいこちらが10月の24日から11月の21日まで行われております、はい、あと花と緑のハロウィーン祭り、はい、これ10月30日10時から16時、ね、はい、はい、これはビラいただいてます、はい、なんかなんかちゃんとできてる、裏、まあこれ子供パレードコースということで、これはトリコールオアトリートというね、うん、誰かお菓子くれる人いいの、これいるんでしょうね、これ第2回も第2回1、2、うん、3回目、はい、3回もらいます、はい、はい、なるほど、ランタンとかも展示されていてね、うん、これは、はい、これ面白そうだ、はい、ハロウィンで遊ぼう、かぼちゃ重量当てクイズ、仮想コンテスト、子供パレード、はい、プリザードフラワーアレンジ、はい、とうとうあります、はい、これが10月の30日です、こちらグリーンセンター、はい、次川口緑化センターイベント情報、はい、第8回秋の成木元町公園花植木市ということ、はい、こちらです、あ、それ高年祭り、あ、失礼しました、うん、はい、こちらが29日、はい、30日の2日間今日は明日ですね、はい、安行の花植木の展示販売、はい、クリスマスキャンドル作り体験会、これが29日、はい、とうとう園芸デモンストレーションが日曜日、はい、で昔遊びコーナージュリアン練り歩きなどが行われますという、はい、これは並木元町公園アートパーク、いわゆるアリオの前ですね、はい、はい、そこで行われます、あ、緑化センターのイベントと言いながらこれは元町公園でやる、はい、うん、あ、ね、すぐすぐ、はい、次やっと出ました緑と大地の豊年祭り、はい、ちょっとフライングしてきました、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、こちらは11月の5日6日土曜日日曜日ですね、はい、午前10時から4時まで行われます、こちらは4日センターですね、はい、今回はね市木博さんっていう室町の人が、はい、市木博さん、はい、あと恐竜ジャーが5日の土曜日ですね、はい、あと松村和子さんが今回日曜日のメインですね、はい、はい、うちのお袋に似てます、そうですか、美人さんですね、はい、あとラッキー抽選会が、ね、はい、いつもの通り行われたりします、はい、なるほど、こちらは車で行くしかねえな、そうですね、頑張って行っていただきたいと思います、はい、臨時駐車場が完備されてるそうでございます、はい、でかいけど混みます、はい、はい、それではメディアセブン情報、メディアセブン、はい、私ランキング駄菓子屋編ということですね、こちらが今日13時から17時、はい、ワークスタジオ B、 対象は小学3年生から大人、定員20人、はい、料金500円、はい、別途往復バス運賃お菓子代がかかりますということです、はい、あらゆるものがさまざまな基準で順位を作られています、身の回りにある物事を自分の目で見てランキングをつけて発表しましょう、はい、今回は駄菓子屋さんを訪問してランキングを作ります、他の人と順位とどのような違いが現れるのでしょうかということが今日行われます、はい、そして明日、はい、簡単丈夫で素敵な布ガムテープバッグ作り、はい、賛否両論ございます、はい、こちらです、これが13時から15時半まで、はい、こちらもワークスタジオ B、はい、対象は小学生です、はい、保護者同伴は必須、必ず来てください、はい、で16人、料金は1000円、はい、1000円ですね、はい、そしてメディアセブン寄せ第43回、こちらは12月14日です、今回はですね、三遊亭宝月さん、こちら落語、田辺一遊さん、講談、春風亭電子さん、はい、うん、こちらも落語、あと中村中蔵、中蔵中蔵、うん、中村中蔵さん、一流祭天山さん、はい、定山さん、ね、はい、こちら講談、はい、じゃあ勝田新左衛門、これはあれかな、何をやるか、はい、演目かな、こちら12月14日水曜日、
時間は19時から21時まで、会場は18時半で、参加費は1500円、はい、先着80人ということでした。はい、全部読み切りました、ね、あ、これ打ち入りの特集ですね、あのアコーローシとね、あの10月14日、もうそんな時期になっちゃいましたよ、はい、それでは、はい、街の話題の中から巨人軍サイトから、はい、斉藤二軍監督、はい、斉藤正樹選手ですね、元ピッチャーの、はい、川口氏から特別表彰をいただいたという、はい、こういうニュースですね、はい、まあ、あとですね、久々に来ました勝瀬さんニュース、はい、今日ね、いろいろお伝えしようと思ってます、はい、ブリの炙ったやつ塩でとか、はい、ばあちゃんのかぼちゃ煮のかぼちゃ煮、かぼちゃ煮いたので、はい、いつもはもうちょっとひねってくる、はい、今日は意外にまともでした。そんな中日本酒に合うそのおつまみ魚を、一言述べながらおすすめいただいてると、はい、はい、カズさん、はい、久々にありがとうございます、はい、さあ、それではマスカラジオお楽しみいただけましたでしょうか、はい、今日はメルはちょっと調子を崩してお休みということでね、はい、2人でお届けいたしました、はい、さあ、この番組は川口元郷にあります三玉用品店、はい、そして西川口西口そばどころニコさん、はい、今日はトリックはトリートっていっぱい聞いてお菓子バンバン配ってちょっとおかしくなってるかと思いますが、はい、頑張っていただきトラップしないようにお気をつけください、はいはいはい、そして放送を担当いたしましたのは NPO 法人まちづくり川口、はい、私もちゃもちゃ羽鳥、はい、そしてのっちてつさん、はい、てつです、ありがとうございます、はい、で3人で頑張ってお届けいたしました、はい、来週はね、はい、メールも復帰すると思います、はい、なんかゾロゾロと賑やかになってきましたね、ゾロゾロ賑やかになってきましたね、はい、あー仮装してます、はい、こちら銀座通り商店街ね、はい、仮装した子供たちがゾロゾロと賑やかになってまいりました、ね、忍者とか魔女とかドラキュラとかフランケンシュタインいっぱいいますね、はい、はい、その中でねお届けいたしました、はい、今日ね楽しい一日が送れますでしょう、はい、じゃあ皆様風等々にお気をつけください、はい、また来週、また来週、メル早く良くなってね、お大事に。